そのやかましい生き物と出会ってからはすこぶる調子が悪い。まず最初に目と首に来た。目を離すと何をするかわからないってのに、ちょこまかちょこまかとよく動くからな。次に喉と腹筋が痛くなった。声を張り上げるのは結構腹にくるんだと初めて知った。その後は足だ。やつはコンパスが短いくせに逃げ足は異様に速い。最近よくふくらはぎのあたりがつって夜中に目覚める。ちくしょう、肩も凝る。なんせ俺の腰までしか背のないチビなのに無遠慮に見上げてきやがるから、仕方なく視線を合わせてやる。それから西遊記外伝ボリューム1。誰だったかは忘れたが、下界の人間が言っていた。退屈は人を殺せる。ここには死さえ存在しない。脳みそが常温のまま溶けてゆく。クソつまんねえなあって。うん？顔に書いてあるぜ、婚前。余計なお世話だ。相変わらず口の利き方を知らんやつだな。天下の観世音菩薩に向かって。てめえで言うな。冷やかしに来たんなら帰れよ。仕事が残ってんだ。ろくに目も通さず、ハンコを押していくだけの書類だろう。ついてこい。エガン行者が下界で面白い動物を拾ってきたそうだ。動物？ああ。小さいくせに獰猛な、金の目をした動物だ。県連大将！県連大将！もうどこ行っちゃったんだあの人。県連大将！宴を外れて手酌酒ですか？うん？お前か。かわいそうに、部下の方々が必死であなた探してましたよ。勘弁してくれよ。ひひじいどもに愛想振りまきながら酒飲みたかねっての。否定はしませんが、ご老体は敬わないと。あれでも一応上級神の方々なんですからね、県連大将。そういうお前だってこんなところで油売ってていいのか。天保元帥、大将の不在となれば復刊の出番だろう。いやですね、めんどくさい。あっさ、花はいいぜ。女もいいがな、でもってうまい酒とくればそれだけで十分じゃねえか。県連、あなたは死に等しいほどの退屈など感じたことはないのでしょうね。なんだそれ。一人知ってるんですよ。花をめでることも、人と触れ合うことも、酒を楽しむことも知らない不機嫌な顔の男をね。つまんないやつ。お久しぶりでございます、菩薩。ご多忙のところわざわざ。能書きはいい。下界からあの幼児を連れてきたんだろう。は、東照神宗は強来国、加賀山山頂の聖髄たる仙岩より生まれし、異端のあやかしにてございます。岩から生まれた。ああ、つまり
人間でも妖怪でもない大地が生んだ生き物さ。それがそのかなり凶暴でして。離せよ、痛ってってば。引っ張んなよ。うるさい、おとなしくせんか。なんか食わしてくれるっつったじゃん、嘘つき。確かに動物、しかもモザル。ご覧の通り、この幼児生まれついての金目でございます。古来より黄金の目を持つ赤子は吉凶の源とされておりますゆえ、いかなる処置を施すべきか菩薩に伺いに参った次第です。なるほどな。天井日とは無殺生だ、即刻処分とは言えまいな。釈迦如来に伝えておけよ、うちは保健所じゃねえんだって。完全御菩薩。じー、なんだよ。金色の髪、すげえキラキラしてんな。太陽みたいだ。な、ご無礼を、金前童子様。あ、終わり。何しやがるこの猿。なんだよ、いいじゃん、謝ってんだろ。なんということ。おい、エガン、そのガキ、つまりは天界で保護しときゃいいんだろ。痛い。預かってやるよ、ここでな。何をおっしゃるんです、観世音菩薩。花だってお育てになったことないじゃないですか。誰が俺が育てると言った。は、全ては我が老い金前に一任する。な、何抜かしてんだこのクソババア。菩薩の命だ、ありがたく頂戴しな。にくん、名前つけとけよ、お前が飼うんだから。太陽みたいか、すげえ口説き文句じゃねえか、金前。退屈だったんだ、死にそうなくらいに。何が口説き文句だ、面倒事を全部押し付けやがって。どこに行きやがった、あのクソチビザル。金前様、今度は何が。重要書類を折り紙にしやがったんだよ、お前らも探せ。はあ、今日こそはただじゃおかねえ、ぶっ殺す。怖え。綺麗なのにすぐ怒るんだよなあいつ、よくぶつしさ。とりあえず隠れとこっと。重いとか痛いとか冷たいとかそんなのは大したことないんだけど、邪魔だな。よくわかんないけど俺、あそこにいちゃいけなかったのかな。空は青くて緑がたくさんあって、水は冷たくて風はあったかかった。会う人も優しかったんだ。ここはなんだかみんなつまんなそうだけど、でもあの金色は太陽に似ててなんだか居心地いいから、ここに隠れちゃえ。なんだろうこの部屋。まあいっか。おい、誰だお前。子供？俺と同じくらいの。あのな、誰なんだって聞いてんの。あれ？俺って誰なんだろう。やべ。な、し、いからこっち来い。ここですか、あなた様。あれ？まったく、どこに隠れていらっしゃるんです、ナタク様。バカ。な、
前もなんか悪いことして逃げてんのか。大したことじゃねえよ。いつもえばり散らしてる天帝が間抜け面で昼寝してたから鼻毛かいただけ。かっけえ。それすっげえ見てえ。だろ写真撮っとけよかったぜ。面白いやつだなお前。俺はナタク、お前は？あのさ、俺まだ名前ないんだ。つけてくれる人とかいなかったしさ。俺って変なんだって。岩から生まれたから異端児なんだって。金色の目は不吉だからここで保護しとかなきゃいけないんだって言ってた。なんかよくわかんねえけどすげえな。え？お前は世界で一人っきゃいないんだろ。お前の代わりはいないってことじゃ。それってすげくない？見つけましたよナタク様。うわっ！あなたという方は悪ふざけが過ぎます。本館にお戻りください。わかったナタク、なあまた遊べる？おう、またな。友達ができた。うん、偉そうだけど面白いやつだった。よかったじゃねえか。うん。しかしこの城内でこいつと同じ年頃といったら、まさかな。じー、なんだよ。なあコンゼン、俺に名前つけてよ。何を突然。俺今度あいつに会った時名前教えてんだ。ちゃんと名前で呼ばれたいんだ。だからそのうちな。あーやだ、今がいい、今すぐ。じゃあ猿な、猿で決定。コンゼンのバカ、人がせっかく頼んでんのに。てめえ調子に乗ってんじゃん。悟空。悟空だ。短くて簡単だから猿頭でも覚えられるだろう。うん、悟空。そっか、俺悟空か。あ、ねえ、どういう意味？うるさい、もう寝ろ。なんだよケチ。